締めらしてみたいと思います。次はですね、ナスチャはダイバーさんの力を借りずにナスチャだけの力で連続で爆弾リングを出していきます。何個出るかはナスチャの心次第です。皆さんの幸せを何倍に増やしてくれるんでしょうか。連続バブルリング行ってみたいと思います。まずは1つ目、2つ目、3つ目、さらに4つ目、なんと5つ目、発表は5つのバブルリング出してくれましたね。ありがとうございます。これで皆さんの幸せも5倍に増えたと思いますので楽しみに待っていてくださいね。さあ、それではですね、ここまではナスチャがバブルリング頑張ってくれたんですね。大体どこからリングを出してくれるんでしょうか。新しいリングはシーリアが数ヶ月の練習を重ねてやっと完成した大技なので、皆さんぜひ見逃さないであげてくださいね。一瞬なので瞬き厳禁ですよ。さあ、それではシーリアの新しいリング行ってみたいと思います。はい、なんと口ではなく頭の上からそして大きなリングが現れましたよね。このように何もないところからたくさん現れる、まるで魔法のようなリングということで、この新しいリングにマジックリングという名前を付けました。マジック、魔法と言われるにはですね、実は種も仕掛けもたくさん詰まっているんですが、今日はその気持ちは最初にしておきたいと思います。皆さんにはですね、シーリアをかける幸せの魔法にかかっていただきたいと思います。シーリアがもう一度マジックリング頑張りますので、皆さんぜひ写真を撮っていただいてくださいね。ぐるぐる。さあ、それでは準備が整ったらシーリアのマジックリング行ってみたいと思います。それではシーリアから皆さんにマジックリングのプレゼントです。せーの、はい、今度もね、とても綺麗なマジックリング出してくれましたね。一つの大きなマジックリングのように皆さんの幸せも大きく広がっていくことを願っております。